昭和12年5月29日、横浜滝頭で魚や魚マスを営む加藤増吉君江夫婦に長女が誕生した。夫婦は昭和の和と君江の絵を取り、和江と名付けた。音楽好きな両親の影響と天性の音感に記憶力、和江は出征する父増吉の壮行会で九段の母を歌い、人々を感動させた。以来、自分が好きな歌を歌うことで喜び勇気づけられる人たちがいることを知り、歌を一生の仕事にしたいと心に決めた。絵がたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって藩政のために太平洋を。やがて終戦、父が率いる美空楽団は活動を始める。しかし和江の評判が高まるにつれ、文化人からは大人の猿まねなどと中傷記事を書き立てられた。だが、そんな批判とは対照的に日本の復興に汗を流す人々にとり、和江の歌声は小さな喜びとなっていった。和江は美空ひばりとして活動をスタート。他のホテルの赤い日も、胸の明かりも消える頃、歌も楽しいや、東京きっと。戦後の混乱をけなげに生きるひばりの役どころは、戦争の傷跡が癒えぬ人々の心に希望の光を与え、悲しみから解き放した。銀幕だけでなく生のひばりも見てもらいたい。ひばりと母君江の強い思いは歌舞伎座への出演を実現させた。女性が歌舞伎座の舞台に立ったのはひばりが初めてであった。りんご園の少女では田舎から働きに来た人たちのふるさとを思う気持ちを歌い、主題歌「りんご追い分け」と「津軽のふるさと」は70万枚の大ヒット。戦後最大の売り上げを記録した。昭和29年、17歳のひばりは NHK 紅白歌合戦に初出場。ひばりのマドロスさんを熱唱。マドロスものは立て続けにヒット。ああ、港町13番地。また A 列車で行こうなど、ジャズのスタンダードにも挑戦。大人のシンガーとしての成長も遂げた。だが、昭和32年1月、ひばりを不幸が襲う。浅草国際劇場に出演中に同じ20歳の女性に塩酸をかけられ、やけどを負う。事件はひばりの心に暗い影を落としたが、再びファンの前に立ち、さらに新境地も開いていく。おう、三都稲田家お江戸の、ここは吉原中之丞だ。人目の激しい街中で恥をかきてつもりなら、どっからでもかかってこい。それが正眼無念の構え、次は上段無双の構え、片手上段無敵の構え、それ行くぞ。もしもし野田のかかしさん、西へ行くのはこっちかえ、黙っていてはわからない。ちょいと街よ車屋さん、お前見込んで頼みがござんす。この手紙などの
こうした中、雑誌平凡の人気投票では昭和39年まで13年間連続1位の記録も立てた。折しも日本は高度経済成長への幕開け、新たな時代を迎えようとしていた。ひばりも新たな挑戦を始める。新宿コマ劇場で芝居と歌謡ショーの二部構成の公演を日本で初めて取り入れ、舞台に取り組んだ。知らないって聞かせやしょう。昭和40年には55日間100回公演、観客30万人の記録を打ち立てた。その年、やわらで日本レコード大賞グランプリを受賞。グループサウンズともコラボレーション。真っ赤な太陽のヒットはひばりの豊かな才能の証でもあった。恋の季節なの。ひばり生涯の代表作「悲しい酒」も生まれた。昭和45年には日系移民の待つブラジルに渡り、3日間で3万5千人の観客を動員。熱狂するファンの前で日本の心を歌った。昭和49年には平和を記念するイベント第1回広島平和音楽祭に出演、一本の鉛筆を発表。あなたに歌ってもらいたい。そして昭和56年6月、ひばりはデビュー35周年記念武道館リサイタルを開催。昼夜2回公演、リハーサルを含め150曲を熱唱した。元気で青空のボール麦の畑の小さな杉は。だがこの時、一卵性親子とまで言われた母君江は病床に伏しており、不安と悲しみを隠してのステージであった。この公演からおよそ1ヶ月後、母君江は旅立った。さらに親友エリチエミが旅立った。2人の弟哲也と竹彦が旅立った。そしてあろうことか、今度は病魔がひばりを襲う。昭和62年4月、済生会福岡総合病院に緊急入院。病名は両足大腿骨骨頭壊死と慢性肝炎。今まで歩いていたことさえ不思議なことだとさえ言われた。だが3ヶ月の闘病生活を経て退院。そして昭和63年4月11日、ひばりは復活をかけて東京ドームのステージに立った。皆様、本日はようこそお越しくださいました。
人は可愛い可愛いものですね。ああ箱たちは優しくまつげに行こう。人生ひばりは5万5000人のファンに女王の健在ぶりを見せつけた。誰もがひばりの復活を信じた。だが運命は皮肉だった。昭和という時代を駆け抜けた不正室のスター、美空ひばり。ひばりが私たちに残した曲はおよそ1500曲。一つ一つにひばりのドラマがあり、私たちの思い出がある。その功績に女性として初めて国民栄誉賞が贈られた。美空ひばりは日本の青春だった。